まずは1年間ご支援ご声援ありがとうございました。今日も素晴らしい雰囲気を作っていただいたにもかかわらず勝てず申し訳ありませんでした。目標だったトップ5には入れず悔しい思いがありますが、来週必ず勝って一つでも上の順位で帰っていきたいと思ってます。そして僕たちにはまだタイトルを取るチャンスが残っています。山形とのダービーに必ず勝って12月9日優勝しましょう。1年間ありがとうございました。